宿地を作る。宿地というのはビスや釘を使わず木と木を組み合わせる方法です。第12回、卓上格納幹でホゾ穴を掘ります。まあ、前回、墨付けの回でこの後、白垣とか毛引きの説明をするという話をしたんですが、こちらの卓上格納幹を説明する、準備ができたので、こちらを先にやりたいと思います。前に見てもらった格納幹と比べると、卓上というだけあって、だいぶサイズも小さくコンパクトになってますよね。で、この使う電源もこれ 100V なので、これぐらいの大きさで、こう電源も考えたら一般のご家庭でも使えるサイズじゃないかなというふうに思います。で、これ能力に関しても僕の知り合いの木工教室でも使われているぐらい、掘削能力が十分ある機械です。この格納幹用の刃のサイズは小さいものから 6mm、8mm、10mm、12mm と、これだけのサイズがあるので、お家でホザナの加工されるんだったらもう十分やと思います。開けるホザナの幅を 10mm にしたので、刃も 10mm のものを本体に取り付けていきます。まずこの部分を開けると中にこうチャックがあります。ここにドリルを入れてチャックハンドルで仮止めをします。次に刃を下ろして、この台に対して直角になるように刃の方向を合わせます。あったらここにネジがついているので、これを締めます。マイナスドライバーを使ってグッと締めておきます。最後に少し刃を緩めて少しだけ刃を下に下ろします。で、本締めをして刃の取り付けは終了です。次は掘る位置の調整をしていきます。深さの調整から、まずどれぐらい掘りたいかという深さのラインを、材料に引きます。引いた材をこう固定をして刃を下ろしていきます。で、刃を下ろしたときにこの刃の山になっている部分の一番高いところに線が来るように合わせてこのストッパーを固定します。こうすることで引いた線より少し深く掘れます。これはいつも言っているようにホゾ穴というのはホゾより深く掘っておかないとボンの逃げ道がなくなってしまうので、こういうふうに必ず深めに掘っておいてください。次は前後の距離を合わせます。前後の距離はこの部分が動くので、これを動かして調整をします。で、あったらこれで固定をします。これでホゾ穴を開ける準備ができました。ただ使う前に、注意点として、卓上格納幹は今これクランプで台に固定してますが、これ動画上、分かった上でやってるんですけど、これ大きな力をかけるんで、クランプぐらいの力やったら前に倒れてきてしまったりする危険性があります。なので必ず直接、作業台なのにボルトとか、ネジとかを使ってきちんと固定をして使ってください。では開けていきます。必ず基準面を向こう側に当てて開けてます。で、まず端っこから開いたら、もう一方の端に合わせてしっかり手で固定をして、で、あとは真ん中を抜いていきます。最後に底を掃除をして
これで保存の完成です。このようにきれいに穴が開きました。以前に見てもらった格納み板という機械は動力を使うものであったのと、まあ、かなり大きかったですよね。まあ、それに比べるとこの卓上の格納み機は 100V の電源で使えるというのと、まあ、この手頃なサイズなので、まあ、お家で多分保存穴を開けはるには十分な性能があると思いますし、まあ、仕上がりもかなりきれいです。でこれ今までいろんな方法で、まあ、この保存穴を開けてきましたよね。まあ、一番最初にやったのが、のみを使った方法、ドリルとのみを使う方法で、格納み板を使う方法で、今回の卓上の格納み機を使う方法でやってきたんですが、これ以外にも、はい、YouTube で格納みについてのご質問をいただいていて、でその時に使った説明した動画はこちらで、この道具を使った穴の開け方も YouTube でやってるので、もしよかったらこちらの方もご覧ください。今回はここまで。次回は墨付けに戻ります。いかがだったでしょうか。もっといろんな技術が知りたいという方はこちらのリンク先からご覧ください。お届けはウッドロード動画科学教室でした。